国鉄3030 30系蒸気機関車。国鉄3030 30系蒸気機関車。国鉄3030 30型蒸気機関車は、かつて日本国有鉄道の前身である、鉄道院、鉄道省に在籍したタンク式蒸気機関車である。アメリカ合衆国のボールドウィンロコモティブワークスから輸入された、車軸配置2から6から2に気筒端式の飽和式タンク機関車である。 3300型や3250型とは、寸法がやや小さい程度の同型車で、メーカー規格では10から24日、4D である。本校では、鉄道員で3030 30型とされた5両のほか、私鉄によって発注された同型機並びに、これを模倣四国3機についても記述する。元は、奈良鉄道が1894年、明治27年に、 開業用に5両、製造番号13,899から13,903、1から5を導入したもので、1905年、明治38年の関西鉄道への営業譲渡による編入を経て、1907年、明治40年に国有化された。本形式は、関西鉄道では93系、カスがと称し、国有化後、1909年、 明治42年に制定された、鉄道院の車両形式称号規定では3030 30型と改められた。国有化後は、大阪、姫路、岡山、広島などに分散して配置され、入れ替え用に使用された。3030 30から3034の所言を示す。本形式は、1919年、大正8年に廃車された3両が、民間に払い下げられた。 その状況は次の通りである。建設部に所属した3031は、秋田を手始めに、八甲線や小海線の建設に使用され、1947年、昭和22年に廃車された。また、払い下げられなかった3030 30は、1926年、大正15年に、廃車解体となっている。本形式は、 鉄道国有法によって一地域のものに限定されることとなった私鉄にとって公的な機関車となった。これらは大正時代になって導入されたものであるが、第三道輪と重輪の軸距が2インチ短縮され、道輪と重輪の直径がそれぞれ3フィート8インチ2フィートとやや小さくされた程度の差しかない。1914年、大正3年の富士見の部鉄道を皮切りに、 1924年、大正13年までに間に6社へ16両が導入された。また、川崎造船所や日本車両製造でも模倣機が製造されている。その状況は次の通りである。富士見信鉄道へは4時にわたって7両が導入された。その状況は次の通りである。富士見信鉄道は1938年、昭和13年に、 国有鉄道が借り上げ営業するようになり、この7両の蒸気機関車もその時点で全車が、健在であったが、1941年、昭和16年正式買収までの間にすべて、処分で、国有鉄道席となったものはなかった。廃車は、貸渡し直後の1938年5月から、始まり、12、14は、同年5月、11、 15が11月に除籍されている。このうち12、14はブローカーの手を通じて東北パルプに払い下げられ、12は石巻工場、14は秋田工場の専用船で使用された。11、15についてもブローカーの手に渡ったが、それ以後の消息は定かでない。残りの10、13、16については1939年。 昭和14年5月に老朽廃車された。そのうち状態が一番良かった13は陸軍に売却され、1メートル期間に改造の上、中国に送られ、翔太線、道浦線で使用されたようである。大梅鉄道へは、1917年に2両、製造番号46,767、46,820が納入されている。 これらは、同社の5、6となったが、1923年、大正十二年の殿下によって不要となり、5は、王子製紙落合工場、カラフトへ、6は、五日市鉄道へ譲渡された。五日市鉄道に移った6は、1940年、昭和十五年の南部鉄道への合併の後、1944年、昭和十九年に、戦時買収され、三千三十五型となった。 国有化後は、しばらくの間借り番号132が付されていたが、ほとんど使用されることなく1949年、昭和24年に、廃車解体された。上層鉄道へは、1920年に3両、製造番号53,696、53,697、53,701が導入された。同社では、英語型とされ、 番号は二代目の1、7、8とされた。あとに、形式は二代目の A1 型となり、7、8も廃車による欠番を埋めて二代目の2、3となった。上層鉄道では、機動車が増備されるまで客下療養に運用され、木の川の砂利線でも、主力を務めた。1、2の2両が1953年、昭和28年に廃車され、1956年、 昭和31年には残った3が茨城交通、港線2条とされ3代目の3として入籍した。同期は入選時点から全くの予備車であり、ディーゼル機関車の増備と共に1963年、昭和38年12月に廃車となった。芸備鉄道へは1921年、大正10年に一両、 製造番号54,259が、ボールドウィン社から納入され、同社の E 型となった。その後、ゲー鉄道は1923年に、川崎造船所製の2両、F 型。8、9、1925年、大正14年に、日本車両製造製の2両、G 型。10、11K4 両の模倣機を購入している。このグループは、 弁装値が原型機と異なり、7は、ジョイ式標準系、国産の4両は、ワルシャート式であった。これらのうち、7、8、9は1933年、昭和8年の第一次買収によって、国有鉄道席に編入されたが、一時的に、C13 型を称した後、2920型に、解消された。10、11についても1937年。 昭和12年の第二次買収によって国有化され、同じく2920系、2923、2924に編入されている。国有化後は、ゲイ鉄道の後ろ身である、国有鉄道ゲイ線で使用されたが、四国の麦線に転用された。これらは1938年に、陸軍の要請により供出され、多度津工場で全車が1メートル期間に、 改造の上、中国の翔太線に送られた。北海道工業鉄道、後の二代目北海道鉄道により、1921年に一両、製造番号54,834が導入され、同社の一となったものである。富士見信鉄道、大梅鉄道、上層鉄道に導入されたものは、川水槽上縁に丸みをつけていたのに対し、本機と、 小湊鉄道のものは核型であった。1943年昭和18年戦時買収により国有化され3025型と改称された。国有化後は小樽地校で入れ替え用として使用されたが、1949年昭和24年に廃車となった。小湊鉄道へは1924年大正13年に2両。 製造番号57,776、57,777から1、2が建設、開業用として納入された。携帯的には北海道工業鉄道に納入されたものと同様であるが、北海道以外の鉄道としては、自動連結機を国有鉄道の一斉交換に1年ほど先立って装備していたのが特筆される。 ただし、国有鉄道が正式採用したものではなく、丸子式と呼ばれるものであった。両機は、新形成電鉄松戸延伸の際には貸し出され、東部の打線鎌ヶ谷駅から仮設線を使っての資材、搬入用として使用された。1959年、昭和34年に、貨車の軌動車検員化によって用途を失い、1962年、 昭和37年に正式に廃車となったが、その後も、五意機関区に保管され続け、今日に至るも現存している。なお、両期は1980年、昭和55年2月22日付で B104 と共に、千葉県の有形文化財に指定されている。また、小港鉄道には、工術する旧加藤鉄道の川崎造船所製の、 同景気が1927年から1937年の間在籍している。現在の長野電鉄の前身である加藤鉄道が導入したのは1923年、川崎造船所標語工場製の2両、製造番号966、967である。これらは11、12と不板されたが、1927年の電化によって不要となり、 12が南部鉄道二条と後、1944年の戦時買収によって国有鉄道席となった。同期は仮番号の133としてしばらく使用され、その後正式に3015型と改称された。この機関車は川崎造船所製の芸備鉄道開花たちと全く同型であり、本来2 9 2 0型として処理されるべきものであった。 3015は国有化後の1949年に、上層筑波鉄道に譲渡され、筑波線で使用された。上層筑波鉄道では、当初は二代目後、後年二代目級に改められ、1953年に廃車された。一方の11は、1927年に、小港鉄道に譲渡され、同社でもこの番号のまま使用された。 この機関車は1937年に廃車の上、北海道の秘創炭鉱手塩工業所、専用鉄道に譲渡、1939年11月入選され、1953年6月まで使用された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。